はい、ヒルビール放送局今日のアウトプット。今日ももこの人と一緒にダイエットの勉強していきましょう。今日は運動とダイエットの方法論ということで第8章をやってます。はい、このポッドキャストでは日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している LGBTQ クイーあの、まあこうね、こと小川は普段勉強しているテキストをもとに皆さんに、えー、と内容を、ね、シェアしながらお互いにダイエットを勉強していこうというものになっていますで。このテキストは、えー、と各章ごとにいくつか問題が出されててその問題を回答しながら進んでいくって感じになっています。 肝心のアウトプットなんですけども、アウトプットって自分で覚えたことを他人にお伝えするっていうことで、自分のね、覚えたことを確実にしていくっていうものの手法になってます。まあ、私自身が勉強しながら皆さんもお互いに内容を確認できるという仕組みになってます。そんなわけで今日の問題は早速やっていきましょう。今日の問題はこちらです。 今日の問題はですね、無酸素運動は体脂肪燃焼に有効ではなく、有酸素運動を20分以上しなければ体脂肪は燃えない。イエスか,ノーか、農ーまあ、よく言われる話ですよね、これは。そう。私もね、あの、ちょっと運動してると、そんなことやったって、しっかり20分有酸素運動しなきゃ体重なんか燃えないんだよ。減らないよ、なんてことを、まあ、過去に何度となく言われています。はい。さあ、果たして本当かどうか。 今日のテーマは、こちらです今日のテーマは無酸素運動と有酸素運動についての誤解ということになっています。まあ、何が誤解なのかというのを確認しながら、えー、と皆さんと勉強していきましょう。では、早速いきましょう。最初はこちら。 無酸素運動の特徴と言いますとですね、えっ、ー、と、まあ一般、いっまあ、割合とね、知ってるっは知ってるんですけど、ぶっちゃけ筋トレですわ。無酸素運動、イコール筋トレと思ってもらっても全然問題ないと思います。無酸素運動はね、瞬間的に強い力を必要として、することができます。そうまあ、無酸素運動はね、瞬間的に強い力を必要とする運動、つまり筋トレですね。そして、えっ、ー、と、筋肉に貯められたグリコーゲン、 要するに糖質ですわ。筋肉の中にも糖質が貯められてるんですよね。まあ、それを使います。はい。で、筋肉が疲労してね、エネルギーがなくなっちゃうと、もう一時的に動けなくなっちゃう。まあね、筋トレやって、うー、う,ーうーとか言って動けなくなっちゃう時ありますよね。まあ、これですね。はい。そして、長時間の運動には適さない。そうですね。筋トレばっかり、あの、一日中やってる人なんか聞いたことありませんからね。つまり、そういうことです。はい。 まあ、筋肉を鍛えるっていうことで、まあ、あの、どういう、まあ、みんな筋トレしてるけども、筋トレって何の効果あるのっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、筋トレを鍛えるダイエット効果について見ていきましょう。まあ、筋トレをするっていうのを、もちろんあの、筋肉をつけるんですけども、なんで筋肉をつけるかっていうのをわからないままやってても、まあ、意味はないっちゃ意味はないんですよ。で、えー、っとね、筋肉を鍛える上でのダイエット効果。 をちょっと確認しました。はい。筋肉のね、うんと、あれ <laughs> ちょっと待って、ちょっと待って、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 待って。あれどこに書いてある筋肉をね、活性化させ、増強させることができると、まあ日常的にも活動対象が増量して、血行促進によりダイエット効果を得ることができる。まあ要するに筋肉が、あの、つくことで、 あの普段ね、普段生活してる中の生活する日常行動の中でしっかりあの代謝が進み、えー、っと脂肪が分解されていくっていうことが起こるということです。はい。まあ、つまりですね、まあ先に行きましょう。まあとはいえね、筋トレというか無酸素運動はすごくね、誤解を受けてるところがあって、まあ、無酸素運動は体脂肪の消費が少ないと。 少ないと言われてます。だが、だがしかし、だがしかし何がお誤えなのか。さあ、真実の、無酸素運動の真実を見ていきましょう。はい、無酸素運動はですね、え決してあの、うん、と消費エネルギーが少ないわけでもなく、えーと、無酸素運動によって消費されるのは筋肉中のね、筋肉中にあるウリコゲン、まあ、つまり動質ですわ、を、あのね、えっ、ー、と、 <laughs> あれなんか今日なんかうまくいけないね <laughs>。取り直すのめんどくさいのでこのままいきます。そう。えー、っとね。えー、っと、無酸素運動によって消費される筋肉中のグリコーゲン、まあ、つまり糖質は肝臓から起きなわれ、さらにそれらは不足を補うために体脂肪からも分解を合成させる。 そう要はあの筋肉の中に入っているグリコゲン糖質を消費して、なおかつまだ足りないときは、まあ、肝臓からね、えっと、それを補充すると。の肝臓はその補充して、肝臓も足りなくなっちゃった分を各、ね、体の脂肪から、えっと、分解して持ってくると。 要するに、あの、体中の筋肉を使うってことは、確実に代謝につながるということです。代謝につながるってことは、まあ、大きな意味で脂肪が減っていくということでございます。はい。なので、無酸素運動だから、えっと、ダイエットには効かないというのは、ただの誤解です。大きな誤解です。そんなわけで、有酸素運動を見ていきましょう。 有酸素運動にも誤解はありまして、まあよく言う20分以上続けなければ体脂肪は燃えない。これはね、実はね、こういうことが原因で、まあそういうふうに言われてます。それは何かというと、まあ脂肪細胞内のね、体脂肪を分解させる酵素、リパーゼはね、体温が上がら、十分上がらないと作用しないっていうところから、まあ20分以上動いて体がポカポカポカにならない限り体脂肪は燃えないんだぞっていう話になったらしいんですが、 まあ、その真実はどうかというと、現在ではそこはね、改善されています。そう。はい。たとえ5分、10分ごとにね、休憩を取る形で運動を行っても、結果的に交感神経が働きにより、結果的に交感神経の働きによって、リパーゼが活性化されているので、体脂肪は,しはね、十分消費されます。はい。つまり、つまり20分で頑張って、でで、母、いなく、 言わなくても、まあ、5分10分そしてそれに休憩挟んだとしてもしっかりえっ、ー、とねあのリパレーゼはねあの運動活性化されて、えー、と脂肪がねどんどん消費されるということなので、まあ、心配せずに心配せずに有酸素運動無酸素運動やってみてくださいはいまぜ、あ、ひ私も含めてやりましょうさまあ まとめですが、どちらに語っても意味がないんですよ。まあ、結局、無酸素運動も有酸素運動もどちらにもこだわらず、全身の代謝を上げていくっていうことを大前提としてエネルギー消費を増やしていくためには、運動することも必要ですし、筋肉をつけることも必要。有酸素運動も無酸素運動も非常に重要な運動だということだけは確かなんです。はい。特にこだわることはありません。 そう。どちらかというと、バランスよくやった方がいい。<laughs> そなわけで今日の問題を確認していきましょう。今日の問題は、無酸素運動は体脂肪燃焼に有効ではなく、有酸素運動を20分以上しなければ、かえっと、体脂肪は燃えない。バツバツですね。<laughs> 無酸素運動は体脂肪燃焼に有効ではなく、いや、そんなことありませんよ。体脂肪も、えっと、ほんと、筋肉中にあるね、あの、ウリ高原を 消費して、それでも足りなくなったら肝臓から持ってきて、肝臓は肝臓で足りなくなった分を体脂肪から持っていきます。なので、有効では、有効です。はい。で、有酸素運動は20分以上しなければ体脂肪が燃えない。そんなことはないです。5分、10分でもしっかりね、えっと、リパーズは、あの、う、え、ん、っと、リパーズはね、交換神経の働きによって分解されて、えっと、機能します。はい。まあ、そんなわけで、バツバツです。 これ二つの問題が入ってるね。贅沢な問題だ。そんなわけで、えっと、今日はここまでになりましたが、明日の問題はというと、運動は時間あたりの消費カロリーが最も重要だ。イエスかのか。私ね、この問題読んで、何のことっていうふうに、はてなマーク、あの、20個ぐらい、パパ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 パっていうふうに出たんですけども、要するにね、こういうこと見たよ。 まあ私ももう一回テキストを読み直したんだけど、あの、うんと、まあ、ジムとか通うとさ、まあ、あの、うん、と、まあ、田舎なんか特にそうだし、まあ、東京だとちょっとわからないけど、あの、うんと、なんだろう、うんと、そのね、特別トレーニングみたいのがまあ、あって、まあ、ヨガ、ヨガの教室だとか、えっと、ダンスの教室だとか、今だとカラー的な教室だとか、えー、っと、ヨガは言ったよね、 えっと、瞑想の教室だとか、あとは、まあ、筋トレの教室もあるし、まあ、いろんな教室があるんだけど、それでね,ね、大体1時間で何キロぐらいカロリーぐらい落ちますよ、みたいなのが、まあ、掲示されているところもあるんだって。まあ、私がね、お掃除行ってるところは、まあ、そんなことは書いてないけどな、と思うんだけど、あるんだって。まあ、そこで、えっと、運動、運動はね、時間あたりの消費カロリーが最も重要だって、 イエスかノーかという問題らしいね。はい、どうだろうね。<laughs> まあここまで勉強してくると、これはもうさ、あというふうに思っちゃうけども、はい、そんなわけで明日の問題、イエスかノーか皆さん考えてみてください。明日ももちろん、お昼の12時に配信いたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。まあこうね、ちょっと今日はね、お腹の具合がぐるぐる言ってまして。<laughs> <laughs> まあねあのうんといろんなことありますけどもまあちょっとねあのあの野菜というか生野菜に近い野菜を、まあ、大量に食べたらまああのねぐるぐる言ってますね <laughs> こんなにお腹があがぐるぐる言ってるのは本当久しぶり私にとってはいい傾向です、まあ、そんなわけで腸活も含めてみんなで頑張りましょう 今日もご視聴最後までありがとうございました。明日ももちろんお昼の12時に配信しますので皆さんお楽しみに待っててください。まこねでした。またね。バイバイ。